さん、今回もステーキングゲットしましたねえー、体の,の価格が244円と出ていますんでかけることの何がし何がしということで個人個人それぞれのね報酬と言いますかえー、まあ報酬ですねステーキング報酬を確認していただきたいんですけども現在241円ですね、うん、あの今年ももうすぐ終わるなと思った時にやっぱ体の間は決済しない件でしょうねこれはねただ年に 私、体のでは決済して、まあ、風込みで、えー、日本円にしようかなというふうに、だんだん思ってきました。私の場合、今年は XRP の大量販売もありまして、大量決済もありまして、もうね、高額納税は避けられない <laughs> ということでございます。あと、XRP もありますし、ビットコインもあるんですよね。XRP じゃないや、あの、イーサリアムもあるし、ビットコインもあるんですよ。こちらの方も両方ともそれぞれ高値をつけちゃったんで、私の暗号通貨投資は、 あまあそれぞれが大量利益を出しているのかなと思ってちょっとね時代に乗り遅れず済んだなと思いましたねその一つがインターネットを始めたのが早かったってこともまあ当時からするとね遅かったかなと思ったんですけどもネオ比率とかが出てきてそれから始めたんでね遅いかなと思ったんですけどもでもね十分早かったなと思いましたいまだに続けてられますもう8年9年になりますけどもやっぱりねこのぐらい8年9年やってるとベテランとか重鎮の 無理に入るんんじゃなないかなと思うんですよ、うん、まあ生き残ってこれたのと一定の資産を築けて自由も確保できたことと私なりにまあ、うん、劣等生ではなかったかなというふうに思うところだねそれから曲がりなりにも即解塾というビジネス塾を運営してこれもまた8年9年になりますしね私のインターネットのキャリアっていうのはそのまま。 速歌塾のキャリアでもあるイコールになってるっていうところであのこの速果塾にね感謝しながらもこれからもしっかりと維持していきたいなともちろん大きくするっていう気持ちはもう今ないんですけどもね、うん、ただ必要としてくださってる方との関わりを深く強くしていこうかなっていうのがありますまあそのね、あのー、一番のあお相手がナミさんではないかなというところもありますしね、まあ、ナミさんとはこの速果塾はじめそのいろんなものを通じてインターネットっていう空間で あの二人三脚3人4脚みたいな感じですよね、えー、これからもよろしくお願いします。体の間、本当に一緒に。あの関われて嬉しいプロジェクトの一つです。お疲れ様でした。ありがとうございました。